はい、今度はですね、数研出版のコネクトですね、数学 1A のですね、23ページの69番の A 問題の69ですね、これをちょっとやっていきます。でどんな問題かっていうと、次の数量の大小関係を不等式を使って表せと言ってるんですね。で、問題文を読んでいきますね。ある数 X を2で割って3を引いた数って言ってるので、2分の X-3 引いた数は X の4倍より大きいって言ってるので、こうですよね。 A は -3 よりも大きく、かつ5以下であるっていうんで、こうなりますよね。うん、1個 80g の品物 X 個を、300g のカゴ1つに全部入れた時、全体の重さは800以下であると、 800g 以下だって言ってるから、 80x、プラス300で 800g 以下だからこうなりますよね。まあ、ここら辺はね、読み取りができればすぐできちゃうかなと思います。で次70番ですね。A よりも B の方が大きい時に次の四角に適する不等号を入れてくれっていう問題ですね。そうすると B の方が大きいんで、これはね、不等式の性質が分かってるかどうかだけの確認の問題なんでね、まあそのままどんどん入れていくだけですよね。うん、70番はこんな感じでささっとすぐ入るかなと思いますね。で、71番の方いきますね。次の不等式のうち x イコール4が解であるものはって言ってるので、まあ計算していきましょう。 2x で移行してね、4になりますよね。5引く1でで2で割ってあげて、2よりも小さいって x は言ってるんで、これ4が入らないのでこれ×ですよね。で、マイナス x 移行してマイナス1になってマイナス3で、マイナスなので、符号をね、向き変えてあげると3より大きいから、これは OK ですね。で、次ですね、マイナス 3x マイナス5で、マイナスのね、割り算をするので不等号の向き変えて、3分の5以下って言ってるんで、これは入らない。丸2だけですね。うん、で、72番、これも計算問題ですね。ここら辺はまあ丁寧にちょっとやっていきましょうかね。 2x で、移行して10になりますよね。で2で割って5以下、まあ5未満かっていう風になるよと。で 2x 移行して 5x で、1を移行してマイナス5で、5で割ってマイナス1より小さいと x はで、6x-8x になるんで、マイナス 2x と。で、移行して、18。で、マイナス2で割るんでね、向き変えてあげて、マイナス9よりも小さいと。で、同じように 4x 移行して、マイナス 3x ですよね。で、マイナス9、9を移行して、マイナス9になるんで、マイナス12と。で、マイナス3で割るので、4以上ということになりますね。でこれも 2x 移行して 2x になって 4-2 でね。で、7移行してプラス7で10。で、2で割ってあげて x は5以上と。で、マイナス2移行してマイナス 3x。で、マイナス9になって移行になるんで、マイナス12。で、マイナス3で割るので4より小さいと。で、ここからはね、先にね、展開をしてから計算をしていきます。ちょっとね、なんかそうすると 3×2 で 6x ですね。で3で、こっちはねこのままいじらずにこっから移行してきます。 5x のマイナス5、5で割るんでマイナス1と。で、これも分配で開けてきますね。で、こんな感じですね。で移行してマイナス 3xで、移行してマイナス1。で、不等号の向き変えるのを忘れずに3分の1という感じですね。で、こっちもね、開けていきます。で、4x のプラスの12。で、移行してマイナス 2x。移行して11ですね。で、マイナス2でやるんでね、向き変えるのを忘れずにマイナス2分の11と。なんかね、マイナスがくっついちゃってる。ダメだね。うん。
マイナス2分の11と。で、マイナス 9x マイナス3。で、7x マイナス14。で、マイナス 16x で移行して、マイナスの11。で、符号の向き変えて16分の11という感じですね。で、73番。はい、聞きますね。73番が、これもね、分数の問題なので、まあ、丁寧にね、やっていくだけなんで、まずね、全体10倍してあげて、5x で、8x で、プラスの30と。で、マイナス 3x の30。で、マイナス3で割るんでね、符号の向き変えるのを忘れないように。で、今度はね、6を、2倍か、2倍かけてあげればいいので、6の1マイナス 2x と、で、こっちが1マイナス 3x と、で、6マイナス 12x で、こっちが1マイナス 3x。で、これで整理していくと、マイナス 9x の、マイナス5。うん。で、不等号の向きを変えてですね、9分の5と。で、これも6をかけてあげましょう。そうすると、2マイナス2、カッコ x マイナス1。で、2じゃないな、3か。3だね。3で、で、こっちが2、カッコ 4x プラス5ってなって、で、展開ですよね。3x マイナス3、8x プラス10、マイナス 5x、13で、符号の向き変えてもらって5分の13ですね、マイナスね。で、あとはこれは全部6倍ですね。そうすると 2x マイナス3括弧 x マイナス5ってなって分配してあげて、プラスの15で、マイナス x のマイナス15で、不等号の向き変えてあげて x は15よりも小さいと。で、834なので24ですね。24かけてあげて 21x で、8で 24x でプラスの、18で、マイナス 3x の10で、不等号の向き変えてあげて、マイナス3分の10と。で、これ35ですね。で、5カッコ x マイナス6と、7カッコ x マイナス5で、マイナス35。で、5x マイナス30、マイナス 7x、プラスの35で、マイナスの35と。で、35引く30で5。で、5移行するから、マイナス40ですよね。こっちね。こっちマイナス40と。で、こっちがマイナス 2x。で、不等号の向き変えの忘れずに20以上という形ですね。うん。で、次ですね。10倍ですね。2x マイナス10の 4x マイナス15でマイナス 2x の、移行してマイナス5で、不等号の向き変えてもらって2分の5と。で、これも100倍なんで 20x のマイナス9の、6x の、マイナス30と。で、20-6 で、14x と。で、移行してプラスになってマイナスの21。で、不等号の向きは変わらずにマイナス14分の21。約分して2分の3。なので、マイナス2分の3っていう形ですね。この後ね、ちょっとね、連立不等式だったはずなので、時間がかかるんでね、一旦ここで切ってですね、もう一度、別の動画でね、解説をしていくことにします。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメント等いただければ、次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。